東将徳川家康、京王石田三成、導かれし二人による終焉の戦関ヶ原。そこに一つの異質なる影、松永久秀の姿があった。彼にとっては未来を占う戦などではない。彼の耳には剣撃も喧騒も届きはしない。京を引いたのは徳川家康が長きにわたり編み上げてきた命の音色、ただそれだけであった。東将、かつて授けたものからよくこれだけの歌を紡いだ。その歌は夜明けの晩をも慰める宝となるだろう。童謡。みんな、よく聞いてくれ。これより石田軍との交戦に入る。おそらくこれまでにない犠牲が出るだろう。わしから言えることはたった一つだ。命を無駄にせず、生きて帰ってくれ。そんな顔をするなよ。わしは大丈夫だ。さあ行け。こんな命しか下せないわしを軽蔑するか、三成。お前には最後まで失望しか与えられなかったな。京の奥底から響く悲鳴のような音色、見事な宝だ。東将、カゴの中の陽光よ、 K が育てた価値ある歌、実に素晴らしい。我は困った。これ以上主の勝手はすかぬゆえ、私のせいが貴様を殺す。山の向こうで鳴く鳥は新人鳥か岩鳥か。無事に帰るのだ。待っているぞ戦い。一途な町人を演じるか。寒々しいものだな。剣の後ろの正面はわしは必ず勝つ。誓ってきた絆の力で。貴様の北条など何一つ認めはしない。熱くなるな。この後に及んで聞きはしない。分かっているなら口をつぐめ。本田に集中しろ。豊臣の守護が甘い。その楽しこそが罪だ。兵にとっては無限能か何かかもしれないな。
私の言葉を望みも兵も変わり者だな。あの男は何だ。この後に及んで助人か。男だと。あれはまさか。バカだ。お前は歴史の影へと消えたはず。理解せずとも兵に望むのは歌だけだ。わしの歌。何を言っている。ねじれた心の鬼神が生み出す稀なる音階、その聞き手となりたい。それだけの話だ。やはり貴様の友柄だったか。イエラス。違う。あれは誰にとっても味方ではない。いざ進撃。怨念よ、やなきとかせ。奴の視界を封じて笑え。無事助かるという期待が今のうちに捨てたまえ。三成様に続け。我ら長将豊臣成。松永様が必死するところなくなりはしない。家康様こそ明日に光をもたらすお方。私の青がこぼれ、貴様の赤が吹き上がる。三成様の憎しみはひとしき我らのものぞ。珠玉の調べだ。秀吉様の兵を焼くのか、この馬骨の輩が。秀吉、さて誰のことですか。ああ、かつて私が踏みしだいた若者のことか。貴様今何と言った。あの太鼓を足げんか。にわかにはうどめん。捏造で乱言で秀吉様の過去。少し黙ってくれないか。刑に用はないのだ。なんだと。この程度の宝飾を産後とは呼ばない。刑は初陣かね。よく似合っているよ。何やら後ろが騒がしい。珠玉の調べだ。あんた何を口ずさんでって。知らぬ男だ。どうでもいいな。見たまえ、カミスだ。刑の音色を響かせたまえ。風が強くなってきたな。象の糸よ、加工雨。やつを捕らえてこの場に差し出せ。今日いつしか私が撒いた力の信奉者か。だが欲望を知らぬ刑から得るものなどない。覚えておけ。この代償は高くつく。安堵したまえ。期待などしていなかった。人は炎に惹かれる。俺はまた松永様に。私は存分に嘆いた。次は貴様の番だ。
私が嫌いかね。気があったな。我らは東軍、民の太刀を照らす者なり。大谷殿への受信を急げ。なんとか作戦。本田殿、本田殿、どうか援護。貴様らは茨の庭だ。奴の足を差し貫け。我らは西軍、豊臣の意志を継ぐ者なり。命と魂、兵が立っ飛ぶのはどちらだ。強い世の持ちだ。壊しないな。アゼル、見事な布陣だったな。骨が折れたよ。これは不吉よ。本田、主もそう思わぬか。おや、戦国最強、機嫌が傾いているようだな。我が矜持を遮るか。鬼も腹を抱えよう。今日は済んだ男だな。兵の主君は、いや結構、週末の戦を遮られたのが気に食わなかった。あるいは私が彼に送った犠牲についてかな。彼に不純を埋め込む気にはなれなかったか。主のようにけしかけけしかけとは望まんでな。些細なことで立腹するのは進められないな。ケはもっと己自身を責めるべきだ。今日は即興の譜をたしなむらしいな。歌わせてみればどれほど趣深いことか。無駄よ。あれは悲鳴の一つもありはせぬ。交渉の心は明らかに深いか。救い出そうともしなかった刑は最も罪深い。刑が楽しまないのなら私がカードを使おうか。さすがだ。主がもたらす不幸は歓迎せぬ。良い歌をそらんじられるのは刑のおかげか。いや、これは礼を言わねばならないな。不幸をたっ飛ぶ刑らしくもない言動だ。いや、とても刑らしい態度と言うべきかな。譲り渡したか。諸君らの意思はよく分かる。これはこれは、剣に剣技を教わるべきかな。悔やめ。死に飛び込んだのは貴様の方だ。そこで見ていたな、剣におかる珠玉の恐怖を。そばにいてくれと、そう言えばよかったのか。諸君、なぜ私を見て手を止めている。そうか、むしろその顔が見たかった。頼め、進め。誇り高き者の二つよ。
の音色を響かせたまえ。地雷が割れたか、中身はこぼれいずったか、主も因果に引っ張りだ。この世に生まれてくるとはな。ならぬ、この道だけは。刀匠の歌はこの場にて結ぶ。今日を次の語り部とするのも終わりない。待ってくれ三成、あの男に備えなければ。黙れ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 、貴様もあの男もついに広がる十六咲きだ。首を回せろ、天へと落ちて行け。どうさって、行くぞ、敵軍に報いる一矢となるまで。これで英雄を語るつもりか。おごるな。慶が英次長かね。では死にたまえ。広げる西軍なんかに負けてたまるか。あんたまさか松永だ。秀吉様の意志を見せてやる。なぜ怯える？まるで理由がわからないな。私の目を見て戦わないからこうなるのだよ。それで私だけを聴衆に奏でる。どうしよう。文字通り音を上げろか。断る。望み通りの雑音だ。この演奏に耳を浸せ。 K の歌には関心も湧くが、いかにも単調だな。深みとも言える濁りが足りないようだ。聴衆、刑に送った犠牲は役に立ったようだ。送られてなどいない。全てわしが選んだ道だ。貴様は業務を打った。この私をも殺した。友のパンか。忘れ去られた主は気の毒だな。絆の敵松永久秀、
前を認めはしない。私がもたらすこれも絆だ。何が違う。ケイは実に奔放だな。だがそれでこそ心よい。さてケイには何を与えれば面白くなるか。得るべき現実などたった一つだけだ。貴様を斬り、家康を斬り、この罪を殺す。かつて彼を狂わせたのは他にもないケイだ。止める正当性などどこにもありはしないよ。喜べ、間もなく第二の生の幕開けだ。そんなものを与える輩がいるとするならば貴様などであるものか。この醜き不良が。歌の結び具合は本心を語るべきだ。口にするといい。彼に対しての本音をね。決して聞かせはしない。お前にも水なりにも。名乗りは結構だ。すぐに忘れるだろうからね。悪くないが、ウサギを追うのは嫌ではなかった。天から生じるものはまばゆき一筋の光だ。あの方が治めない国など滅んでしまえ。垂直な目だな。やはり刑には不純な似合う。東証Kの音色の終止符だ。この Kに預けた犠牲は美しき歌を紡いだ。誰からの理解も求めず理想のままに邁進できるその心、実に見事なものだ。そう、Kからはここをもらおう。聞こえるか。今日次なる宝を育てるのはKだ。東証は犠牲を胸にこれほどまでに飛躍した。濁りなきKからはどんな音色が生じるか、それを知るためKにはあるものを預けようと思う。絆の喪失という名の不純を。一つはすでに途切れてしまっているがね。この残り一つを失った刑がどう生きるか。よせ、やめろ。家康を殺すのは。そう、K からは絆をもらう。